こんばんは。接触障害の悪化が辛いですってあの前回の動画でアップしたけど相変わらず発症が続いてる状態ですそして接触障害の発症だけじゃなくっていうか それ以上に今痛烈につらいこととしてちょっと目かゆい偏見持たれることがもう本当につらい偏見って何なりたくてなったわけじゃない 自分の人生か。 自分の気持ちを吐き出せる唯一の場所っていつも YouTube は言ってるけど誰に言うわけでもない返事がリアクションがダイレクトに返ってくるわけでもないけど吐き出すことが一番いい一応 自分の苦しみ、絶望の軽減にはつながってる。のね。だから。ユーチューブでこうやって動画を。作ってアップしてはいるんだけど。はあ。なんだろう。十年間引きこも。 出たことももちろん辛いし20代全滅をほとんどさせてしまったようなことも辛いし今もなお摂食障害抱えてることも辛いあと摂食障害が引き起こす体へのねあの症状っていうかの動画もいくつか前。 4つとかそれぐらい前にアップしてると思うけど腸内環境がもう腐ってしまって下剤なしでは便がなかなか出ないっていう状態とかで出てもずっとずっとお腹が張ってる状態が毎日取れなくて着たい服も着れないおしゃれしたいって思っても結局お腹張ってつらいから。 いつも同じワンピースみたいなのばっかり着てるっていうのも辛いだ辛いしか言ってないけど理解していただけないと思うからここは自分の好きなように感情を表現させてください、はあ、おしゃれ もうさ、楽しむこともできず食事を人と共有することもできなくて若い人見たら自分が引きこもりさえなかったらどんな人と出会って素敵な恋に落ちて友達もいっぱいできていろんなことを経験してとかって。 思うとさ、今生きてたくない。<laughs> 正直本当ごめんなさいこんなないで <laughs>、はあ。ダメだね。這、はい上がったんだったら這、はい上げてあげる側になるって言って強い思いで。 舞い上がったはずなのに苦しくてたまらんです一番の辛さは偏見かな接触障害も辛いよもちろん配信もきつかったりとかいろいろきつい辛いものはあるけどなんか それこそ、れこ私マッチングアプリやってることはもう YouTube でいつも言ってるわけだけどさマッチングアプリで自分の壮絶な過去プロフィールに書いてはいるけど書いてはいても改めて私本当に特殊な経歴持ってて。 壮絶な過去持ってるんでそれでもよかったらっていうメッセージ送ったら必ずメッセージ返ってこなくなったり箱には LINE 交換して LINE にもその自分の経歴とかも書いてるんだけど多分それ見てなのかなブロックされたりとか。 分からない偏見でどう向,こう向こうがしたかどうかは分かんないけどでもでも明らかに普通のプロフィールの方とは違うからさ私。時々思う全部隠して全部隠してから。 やり取りしていざ会って「私こういう人間なんです実は」って言った方が自分の幸せにつながるんじゃないかなって思うことも最近多々あるけどわからないなんかそれって騙してるわけじゃないけどそれでびっくりされて。 ちゃうこともあるのかなとか思うと最初からやっぱり自分の本当の経歴書いてありのままの私をあの大丈夫だよって <laughs> 過去どんな経歴あっても <laughs> 受け止めてあげるよっていう。 取り乱してでも家での私毎日こんなんなんだ本当に。強い女性だなって言ってくださったり「ねよくはい上がったね」とか「生きててくれてありがとう」とか。 今後は幸せしか訪れないですよとかさたくさん外録チャンネルとか YouTube とかに <laughs> 素敵なコメントを寄せていただいて <laughs> それを励みにして生きる活力にしてるけど <laughs> ごめんなさいありがたいけど <laughs> やっぱり絶望の方が上回るなどんなに。 どんなに褒め言葉いただいて、本当に美人だねとか、もう写真とか動画より実物の方が美人ってありがたいことに言っていただけるけどさ、そういう言葉で自分を持ち上げようと必死だけど、それでもやっぱり苦しみが勝っちゃうから。 はあ、どうやってもついてくるものだから仕方ないとはいえやっぱそばで支えてくれる人の存在がないとまた自滅しそうな自分が出てきてます。誰か助けて も年齢だから結婚願望とかはないけどさそんなだけどそばでねこうやって落ち込んでも過去は過去だから大丈夫だよって俺が支えてあげるから今後はって言ってくれる人が早く欲しいそれが一番の私の。 絶望の軽減につながるのが明らかに自覚があるというか、はあ、もうどうしようもないな本当に情けないごめんね本当にあんまり泣いてる動画をアップするのって。 見てる人もさ不安になっちゃうしネガティブを広めてるようで申し訳ないんだけどこういう経歴を持ってる人間の裏側っていうかリアルな心の声を聞いていただきたいっていうのも本心です。はあ いつになったらそうやって私のありのままを受け止めてくれる人が現れるのかなだからもう冗談とか抜きにマッチングアプリにすがりついてるのはもう助けてっていう思いの。 一点張りなんだよ本当に彼氏できるできないとかじゃなくても本当に褒めていただける言葉がすぐそこにあるって思うとそれを見て手っ取り早く自分を鼓舞してじゃないけどうんんとか持ち上げてるっていうのが実情です。 接触障害の発症も本当に好きな人っていうか、あのね、人ができたらぴたりと収まることも過去経験済みだったり、まずね、とにかく、まあ辛い気持ちがあっても自分が この人と一緒にいたいって思ってたらその人のために頑張るために自分が常に笑顔でいなきゃいようっていう気持ちにもなれると思うし仕事もね今月はかなりもう全然仕事行かずに西部月間にしてるけど体調面メンタル面も含め <laughs> この人と一緒に。 楽しいことっていうか共有するために仕事も頑張ろうって思えると思うから、はあ、どうにか本当にいい人見つけて早く苦しみから少しでも解放されたい思い出いっぱいです <laughs> 絶対いい人できるよとかリスナーさん言ってくれるけど 自分がいいな、素敵だな、この人とどうにか会って発展したいなって思った人には、ことごとく音信不通を経験してきてる状態なので、そんなことばかりで、なんだろう、突き落とされる感覚を何度も味わってきてるからこそ、 辛いな。もう、それだったら最初からメッセージやり取りとかもしなくていいよって思っちゃうな。<laughs> 持ち上げっていうかテンション一度上げてからの突き落とされるっていう感覚はかなり辛いものがあります。はい。よし。 この辺で仕事も行かなきゃいけないので、もう本当にお見苦しい姿見せてしまって申し訳ありません。でも今後もこういう綾香を見せてしまうこと多々あると思うけど、奮闘しながらも生きていくから、だから強く生きていく私の 姿弱いけど今ボロボロに見守っていただけたら幸いですありがとうございましたすいませんじゃ行ってくるし用意して行ってきますありがとうございますご視聴